平和が来てほしいと思います。昨日、ワイワイブラザーズで出てサクサク来たと思ったら休憩ですね。朝方2時に起きて、はい、で昨日でワイワイやって、普通にね、毎日ね、2時に朝早朝2時が朝なんですよ。2時に起きてらっしゃるんですよ。昼じゃなくて、夜中の2時が朝なんですよ。で帰ったら認識が違うんですよ。帰って朝方2時半頃寝た。朝じゃないか、朝夜中なんか寝てなかったんで、なんかその世界知らんけども、なんか今日はあの肌具合が悪くて、もう今日ここへ来て3回ぐらいもトイレ入ってるんですけど、途中ね、あの今日ギタリストいっぱいいるんでね、ちょっとね途中チェンジお願いします。であの次バンジーキュースっていう、それこそバンジーキュース。Because
たとるちびがいじむ痛いから海の悲鳴うなってこらえて暗示きる
あ、そうでもない？大体一緒？
一緒一緒。お前。今チューニング中です。チューニングできる？これね、チューニングにコツがあってね。コツ？コツっていうか。もうかなりフレットが傷んでるんで、上がんねや。上がんねやば。老朽化がね、進んでおります。私たち。心身ともに。で、あの、無風という曲で、ちょうど60になった時に、還暦なんだね。もう今70になるんだけど、もう62歳で退職しまして、8年間遊んで暮らしてます。まあその中で作ったの2時に起きちゃうんだからね。無風っていうか。いきます。
ない世界で空と太陽の下で愛中
と思ってたのに。死の運命という曲、ありがとうございます。どうも。ディスネーション。
Thank you.
もありがとうございました。ありがとうございました。 NG でした。ガイナガムラ、今日は寝れるといいね。あ、ナオミです。ありがとうございます。次はタカトちゃんです。よろしく、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。